ルイス・デ・ビール・マラン・ルイ・ド・ビルモランは、フランスの園芸家、植物学者である。園芸植物の品種改良に取り組み、メンデル以前に遺伝学の優勢の法則、分離の法則を示唆する研究を行った人物の一人とされる。パリで生まれた。祖父は、フィリップ・アンドレ・ド・ビルモランで、フランスの園芸賞、ビルモラン紹介の新種作成の記録と植物の遺伝の考察を出版し、 この著作は、近代的な種苗産業の理論的な基礎となった。ナナカマド属の植物相場スビルモリニアシーケイシュナイドなどに、懸命されている。フィルムは、植物の学名で命名者を示す場合に、ルイド・ビルモランを示すのに使われる。遺伝子とは何か歴史から見たい伝、村上優。ありがとうございます。